はい。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。GNT サロンね。あの前半,半期の重大ニュースということで、やりまして、えー、今回もたくさんコメントいただいております。えーと、それでは、まあ、行きましょうか。最初、トマス・アキナスさん。はい、いつもご迷惑なコメントで申し訳ありません。進学のしんちゃんです。これが面白いね。<laughs> 進学のしんちゃんになったんですね。<laughs> えー、今日も拝聴させていただきます。よろしくお願いします。ということで。はい ありがとうございます。無限のスケーリングを感じる画像でした。素晴らしい。ありがとうございます。最初オープニングですね。しんちゃん、しんちゃん、どうも。そうです。はい。ステーブルディフュージョンで頑張って作りました。こんにちは。いつも見てくれてるラコチャンネルですね。ステーブルディフュージョン出てきて1年経ってないという、そうですよね。もうすごい進化です。安田さん、演出のアップデート楽しみにしてます。次回、だんだんプレッシャーは大きな。ちょっとあれ、あれですよ。最初にあると入りやすいんですよね。あの、最初。 最初にいきなり入るのってすごい今まで苦痛だったんですよ、いきなり始めるっていうのが、だからなんか漫才でも出囃子とかあるじゃないですか、あれは意味があるなと思いましたね、あれがあると、すっと入っていけるっていう、ワークネットさん、指数関数的にコメントしちゃうぞ、はい、指数関数的に回答しなければいけませんねこの方方は新しいですかね。 そうですかね、いや、前もいらっしゃいましたよ、あそうですか、失礼します。こっちはそうですね、初めてコメントするかもしれない、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田さん、クリエイティブ民主化がキーワードかも、そうですね、私もそう思います。誰ルドメーカーが描けるようになったのは異次元ですね、そうです私はもう、全く書けないけど、今、本当に。プレゼン資料の差し絵とか、全然不自由しない。わらないですもんね、最近私も、背景全部そうですからね、プレゼンの背景。 コントロールネットに出てまだ5ヶ月なんですね。そうですよね。うん、これもすごいす、一挙に拾われました。えー、語学に親しみのない人が突然外国語流暢に扱えるようになったり、絵筆に触れたことない人が見たこともない絵を描いたり、ある人の声を正確に再現したり、えー、下半期は何が起きるのやら、うん、はいまあそうだと思います。あもう最初にありましたね。GPT-4 性能落ちてる。明らかに。うん、<ー>明らかなんですね。すねねその辺、いろいろやってる方に聞きたいですね。 はいえー、安田先生の技術、情報の民主化という見方は、集合集積地の進展に本当に重要だと思いますと、玉須明さん、<laughs> ありがとうございます、はいなんかね民主化が私は言ってほしいですねあと重要なんですやっぱり AGI を発明したところが世界の富を全部吸い上げちゃうってこと言われてますけど、うん、それを防ぐためには、やっぱりできた途端にばっと民主化されて、みんなのものになっちゃって、と、うん、いうのがやっぱり重要なような,、ね、なんでしょうね、まあ、いろいろね、政治的なこともあるんでしょうけども。うん あのスタビリティ AI とか、まあ、メタが今やってることはちょっと応援したいかなと思いますね。うんうん、あと、文章生成速度が上がったけど、小説書か,かれると変な文章出しまくるようになったと。<laughs> うん、前なかったのにパラメータ数こっそり減らして、サーバー負荷減らしてるんじゃないかないいや私もそれ疑ってますよ、<laughs> ああ、そうですか、うんあ。だからバカになったとか,か。そうそう、一見でけて、ちょっと計算減らしちゃろうってやって,て、ぼそそと。うん、あそうなんですね。わ、うんまあ、かんないですけどね。かなり疑わしいと思っどう,うしたら面白いかもしれないですね。うん えー、3D 指示が出て出てきた時も俳優さんの組合が抗議してましたね。本人いらないじゃんって。へすね。ああちょっとその辺のこと分かんないですけど、まあ確かに。えー、最近の記事でジェネ e r a t AI 抱える問題を浮き彫りにする一本のバナナ問題とはっていうのがありましたと。一、ね、本のバナナを書いてくださいっていうのに2本セットで書いちゃうんですね。うんえー そういう学習をしているからですかでそ,うそうそう、そうだから、まあ、与えた画像が、バナの画像が、一本だけって画像があんまりなかったんでしょうね。どうやっても書いてくれないと。 あの川を遡る鮭でなんか鮭の切り身が泳いでるのが面白い <laughs> ありましたね昔ね <laughs> ありましたありましたあれ面白かったですけど、うん、まあ確かにそういうバイアスはね知らない間に入ってく、うん、スパゲットに食ってると、ね、顔中ぐち,ぐちゃぐちゃにしながらスパゲットに食ってるのありましたね <laughs> <れ>なんであんなに出てきちゃったんだろう <laughs> まあその辺をどうやって改良するかっていうのは問題とは思います、はいえー、次今回のインディジョーンズで CG で若か,かってなかったでしたっけど CG 技術え AI じゃないですが あそうなんですか私見てないんですけど <laughs>。まあよくやってるみたいですけどね。今、もう気づかないところで CG はいっぱい使われてるみたいで。朝、朝の連ドラーとかでももう使ってるらしいですよ。あの桜の咲いてない時に桜を咲かせるとか、うそういうところで使ってるって話ですので、まあもう普通ですね。はい。今ハリウッドが抱える恐怖を体現する動画生成 AI 発表という記事もありました。う な,なんでしょう、これは。ちょっとすみません、また調べてみます。面白そうな話題ですね。あえー、オープン a i もスーパーアラインメントという組織を作って、人を超える AI ができちゃったときにどうするかというリスク管理を緊究始めるそうです。そうなんですか。10年内にあるってで、ちゃんとオープン a i のホームページに行ったら、これ、ドカンと出てるよ。えー、ああ、そうですか。へえー。 予算の20%を使うとか、予算という計算コンピューターの20%に、ねはいえー。計算もやるってことなんですね。研究のために計算やる。あえー、だ結構すごい使うってことですね、リソースは。はあの人たちにとっても AGI ができるぞっていうのはかなり視野に入ってきてるな。そのトップがイディア・サスケバーよ。 なるほどな。まだ、下期はこんな感じのことが出てきそうですね。<laughs> 塚本先生、プレッシャーすごい。バレするなよ。確かに。いやか確かにすごかったですよね。<laughs> 最初から。<laughs> も,う <laughs> もう、もう、すごい、もうぜ、睨みを聞かしてましたよね。松本先生がもう、シュンとなっちゃうという。<laughs> まあ、そうそうそう。<laughs> それなんかありましたよ。<laughs> <laughs> えー、エキストラリーに払うギャラも高いから AI でみたいな話をされると、俳優さんのサクセスストーリー潰してしまうのがえまずいともまとああ。そうか。 だから大俳優だって最初はエキストラから入ってきたんで、そこのチャンス潰すなよって話ですでもエキストラとそんな高くないでしょ。いっぱい集まって300人ぐらい読んじゃうと、やっぱりどんなにコストになるかも。群集とかは AI でやっちゃう気がしますね。生成 AI ってなぜか若い女の画像が大量に生成されがちと。みんなそればっかり。みんなやってんのとか。そうですよね。 みんなのその熱量が違いますよね、うん、その学習させる、うん、いやー、本当すごいと思いますけど、でもまあ、そういうのから始まるんだろうなとは思いますよ、な、うん何でも。はい、えー、次、法和社会関係校が増加すれば必要になり、えー、それを当事者が施行してきましたが、えー、民主社会では当事者が社会成員なので、決定まで時間がかかると思います。 まあ、法,法的に規制す確かにトップダウンで鶴の一声ってわけにはいかなくてガチャガチャ議論してるうちにどんどん時間が経つみたいなことは起きるんでしょうね。まあしょうがないなってことですか。後追いで。意識にあるものを直接的に具体化できる。うん、と、これは。 思っただけけで絵が描けかけちゃうとかそういうことですかね。そういうことになればもう、そなつつあるようですけどね、なるんでしょうかね。非真宗でできるようになりつつあるみたいなありますね、うん。ちょっと怖いですけどね、えー。自分が AI になって思考できるようになるのはいつのことかなと。まあ、アップロードとか。内化するって感じですか、人間と。うん、この辺は塚本先生の研究はこういうことでされてるんでしょうか。 いやいややってないですけども。やってないですかこれからですね。はい。脳接続ですよね。脳接続。まあ、緩やかに接続できますけども。ああ<ー>。なんかセンサーつけて、ね。ああ,あ。でも、真面目に話この前、の AR のアプリケーションを作りましたけど、やっぱりユーザーインターフェースっていうのがすごく重要じゃないですかこの辺の。どれぐらい自然に。 いろんなことできるかっていうだけどまああんまり進歩はしてない感じしますけどね昔からねジェ、うん、スチャーハンドジェスチャー使ったりとかね、うん、なんですよねもうちょっともうちょっとね新しい何か手法が出てきてほしいですよね AI とか使ってそれこそ、ね、えータイさん意識に関心のある人からするとオート g p t は全く自律的にはないですねとうん、うん AI システムで求められるレベルの自律性と人間の自律性と同じ言葉で表現することに問題がありそうと。これはその通りと思います。うんうん、だから、オート g p t みたいに出てきて自律性が芽生えたとか言うけど、いやはり人間の自律性とは全然違うでしょってっ思いますね。うん ただあれですね、えっとな何でしたっけ、あのペッパー君も、じゃんけんしようよとか、向こうから一応言ってきはしますけどね、唇を切ってきますけど、うん、それはあんまり自立性とも言わない。なないですよね、うん、あこれだけど、会の中で言ってた話じゃないですか、どちらかというと。その自分から勝手に動くっていう自立性と、うん、外部に働きかけて動作するっていう自,自立性、2>, うんうん、2つあって、これは感謝のほだ、うん、みたいな話しましたよね。あそうですね別 一応今はね、自立性と言われてますけども、はい、まあそ、それはずっとね、議論してきたことですね、この話ね。確かに、ね、おっしゃるとおりだと思います。うん、死んだあと AI になりたい。そうです。生きてる間は一応抜刀しといて、<松>であとは全 <laughs> どこかに保存してみたいなあの。松田先生的な人がいますね。死ぬ直前にぐらいでいいんじゃないですか。そうそうそう,そう,かうかあ。あんまりね、ボケちゃってからアップロードしてもあれなんで。あーあ、そうですね。 そうそうそう,そう、うん、はい、えー、1位言えば10を理解して働くってことが自立まあ今のオート g p t はそういうところを狙ってるわけですねうん、うんうん、はいそうですね、えー、Python でできることは何でもできるようになったらしいですコードインタープリンターうんいやでもかなりすごそうですよ、うん、つまり、うん、ライブラリーとかもいろいろなとか持ってきてくれるんで、うん、その辺がある意味自立的です この辺のレベルで言うと。うんうん、すごいとは思いますね。自立性の前に個別性、個性が必要なのではないでしょうか。わか,かりますかこれは。だからこれ消してるわけよね。ああ、あえて。うん、今は。そうでな、うんうん、おまあそ、そうなのかな。かね、個性がある AI が例のインフレクションのパイとかいうやつです。 なんか性格の違う AI がいっぱい出てきても面白い気がしますけどねそういうのもありえ、うん、ますよね、うん、そっちのほうがいいっていう話になるのかもしれないですね。えー、生物の神経は反射から自実へ発展し、それを反省的に受け取る随意へとへ進化してきたと思いますが、AI の作用もその流れになるんでしょうか相変わらず難しいですね。 いや生物のまず生きることが一番の目的っていうのがあって、それに適応するように世界を理解するとか、あのまあ、適応した行動を出すとか、そういうことって、生きるという目的のための手段として知恵がついてきたとか、そういうことの発展方向だったけど、AI は逆に知恵がついちゃってから、特に生きる目的もなく、だんだん,なんか人間っぽくなってくるみたいな、生物っぽくなってくるて、ねね、生きるという目的がないのよ。ああ だから僕、知能ねあの、えー、動物的知能と人間的知能というのはね、うん、まあ動物的知能というのは生きるってことがまず先に来るわけですよ。うん、ああそっちに行かないで、いきなり人間的知能が実現したわけよ、うん、あけで、ね、ヤンドカンがね、まだね、今の AI はね、犬の知能にも達してないというけど、それはね、うん、動物的知能が実現してないという話であって、 うん、ちょっとねあの、ちょっと話は違うんじゃないかと思うな、うん。生物の進化とはちょっと違う進化をしているいう。うんだからそれがいつも鳥と飛行機の話で。はあ、<laughs> で、だんだんなんか生きる意志があるような振りがうまくなってくるみたいな、そういう方向で生物に似てくるってことなんでしょうね。鳥は空飛びたいと思うんやけど飛行機は空飛びたいと思わないもんね。飛びたいと思ってないでしょうねうあの。5に勝ったって嬉しいとも思ってないでしょうね。うん <laughs> 生きるっていうのはキーワードですかね宮崎駿じゃないですけど。いや、キーワードそこがね、ポイントで生きるってことがね、実必要ないってことかもしれない。必要ないという方向に行く。あれ見ました君たちはどう生きるか。見ましたよ。見ました見た、見た見ました。いや、どう あんまり言わない方がいい方がです僕はね、価値あると思いましたけどね、はい、ちょっとでもいろんな見方があるみたいなんで、あんまり言わないようにしときます。<laughs> はいはい、割とちょっとでも言ったら、ネタバレになるとかいう話ですよね。はい、いや、なんかね、む僕はうすごく言うのが難しいはネタバレできないネタバレというレベルじゃなく、何なんだろうって感じですね。<laughs> あ,<ー>はい、あんままり言わないにします、ね <laughs> 見てくださいぜひ。はい、いや、面白いですよ。私は後、あとからじわじわと聞来ました。うん、はい、次いきます。GPT-4 が Python で即興で専用プログラムを書いてくれて対応してくれる。うん。え、これは<ん>コードインタープリターの話ですか、ねまあ、あ、そっかそっか。オ t o g p t とかそういうのが、そういう方向性ですね。あ、自律性の話ですよね。うん,うん、うん。はい。まあ、そういうことだと思いますよ。えらいを自律的に訂正できるのがえらいですねそ。そうなんですよね。自分でやり直してくれるんですよね。うん、その辺が入っているところがちょっと、おおっと思いました。 えー、コードインタープリーターになると、AI の行動が世の中に影響してしまうので、実行フェーズのところは何らかの制約を求めるな気がしますと、うん、ロボット三原則等みたいなものがあるといいのかもしれませんまあそうですね、うん。なんか塚本先生、この辺は研究されてるんでしたっけいや、なんか倫理の話、やってますプ,プライバシーに関してはね、や<ー>ってますけども、まあ、本当は抑えるんじゃなくて、うんね、ちゃんとどんどん利活用できるようにと。 という方向に行くべきだと思うんですけども。うん。難しいですね。この最終的なルールをね、これしちゃいかんというのを決めるというのは一つですけども、ね、うん、まあ、花からそういうことできないように、うん、そういう機能を与えないとい、うん、どっちが、どっちがいいのかなというところですよね。ああ。ね本当、もう待ったなしですね、議論としては。確かにコードがいっぱい出ても、そのネットに出てしまうと、大変なことになりそうな気がしました。私、これも。 え次、自然言語から生成された Python コードをさらに Python インタープリーターで実行するという意味でコードインタープリーターと理解してみました。いや、まあそうでしょ。ああ、自分で作ったコードをもう一回インタープリーターで実行するってことですか。それでインタープリーターと。あ,あ、それでインタープリーターなんだ。ということなんですかね。わかりました。ありがとうございます、えー。プログラムの究極的な検証は AI に可能なのでしょうか いやーこれ、なんかあの究極ってちょっと、もうゲーデルの不完全設定に引っかかってきそうな気がするんで、だめ、うんうん、な気がします、原理的に無理な気がします。うん数学的に、なんか、うん、あれですか、えーかりましたはい、チャット GPT のマッタログの組み合わせは面白そうですねと、えーはい。これ、これ松田先生、やられてるんですか、こういうことです。 や,やってみたことあるけど、まだ深くはちょっと探究してないです <laughs>、はいい。そういうことが出てくるんでしょうかね。はい、吉田さん膨大あ。膨大なソースプログラムはどこを変更すれば希望した改変ができるのか教えてくれる AI が欲しいですね。うん。まあ、確かに。ういつ頃どこまで行くのかって感じですけどね、うんまあ。そういうこともね、一回ちょっと実験してみたら面白いかもしれないですね。うん、どれぐらい理解してくれてるのか。うん はい、一瞬だけ話題になって即風化したやつ。モラトリアムとは何だったのかって。<ー>モラトリアム宣言のこと。うん。がね。松田先生もおっしゃった通り。<laughs> 全然。確かに何の効果もなく。効果なかったという。<laughs> っていうことなんですかね。<laughs> はい。えー、止まらないという前提、前例を作ってしまっただけな気が。<laughs> うんという皆さんご厳しいご意見ですね。 イローマスク自身がこの宣言のあたり何か理由してましたよね。そうそうそうなんですよ。なんか買い集めてたとかだったんかです、ね、ああ GP かあー GPT のい。彼はね、H100 をなんか1問題買うとか言ってるよ。うんうん、うん。そろそろ出てきそうですね、それ、まあ。はい。えー、止めたら逆に危ない気がすると。中国がどうせルールを破ってとんでもない作りそうだし、むしろ中国はやば。 いやばいものを作る前に他の国は先に作っておかないとというまあそういう意見もありますねます、うん、今の LLM は大企業でなければゼロから作れないのでまだ規制というのを考えることはできるこれが誰でも簡単にゼロから作れるになったらどんなことになるのかうんですね、うん。この可能性もありますかいやー今の LLM はまた無理、うんうん なんかどんどん、ね、大型化していく間は無理そうな感じがします、うん、いやただあのディステレーションという上流という考え方があってあの学習するときはすごくでかいパラメーターで学習しないとちゃんうまく学習してくれないんだけどそれを学習した後でパラメーター数を減らしてあんまり機能はあの悪くならないみたいなこう小さくするコンパクトにするってことはできるようなんで、うん、あのでディステレーションの段階を踏むと結構小さくなって。 まあもっと進化して頑張れば、エッジコンピューティングみたいな、そのローカルで実行みたいなことにな時代が来るかもしれないですね。ただ、うん、うん、ディスプレーションでやった場合は、受け答えが上手になるんであって、つまり、あの GPT4 にね何か質問して答え、質問答え、こういうのを学習するんだから、うん、なんかつまり、要するに口がうまくなるんであって、頭がよくなるわけじゃないあ,あそうですね。はいうん そうということが分かってねだから小規模言語モデルが、ね、すごいよという話だったんだけど、うんうん、実はそうでもないんじゃないかという話になって<ー>ところはラマ2が出てきたらもっと大きなね大、うん、結構大規模言語モデルを、うん、放出したわけだからそれを使えば頭のいいやつが出てくるわけですよ。うんうんなるほどね。はい。あその辺の ちょっと実際やってみたいですね。はい、ルールで技術進歩を止めることはできないと思いがちですが、ノールがノイで人間クローンはブレーキかけられているように見えるのはなぜでしょうか人間クローンはやらないことになってますね。これは何でですかいやそれはみんなが納得したからでしょ。やっぱりモラルに反するってことがもうダイレクトに聞いてきちゃうってうでしょう,、ね、う生物に、生命に近いってことですかね。ただからね、この辺ね。 人間クローンがダメっていうのはね、いや、これ結局、キリスト教国の話よね。うん、多くがね、多くのいろんな話がね、キリスト教と非常に密接に関係していると僕は思うんですよ、うんあの。価値観がね、西洋の価値観、うんうん、西洋ね、一応基本的にキリスト教ね、だからーとはまあイスラム。でも、それ以外、日本はあの多神教だから、 人間クローン作っちゃだめだというそういう考え方が日本からは出てこないような気がするんですけどノ、うん、ーガ、ね、オ,ル,オールガノイドも自分の皮膚から自分の腸とか胃とか腸を作っておいてそれでそ,それをあの手術で自分に移植するみたいなことに使えるじゃんかっていうのはやっぱり抵抗があるんじゃないですか日本でもいいんじゃないですか。いい,のかないいんですか、ね あいいっぽいですね。別に人にしちゃって切ってくるわけじゃないので、い<や>だけ脳、ね、がダメなのは、脳オルガノイドと、その臓器とで、いや、脳以外の臓器で、ね、あ<ー>違うわけよ。 意識が取っちゃったらやばいなっていうのと確かにありますね。ノールがノイドにひょっとしたら人格があるかもしれんわけだ。から人権もあるかもしれない、うん、言っっってててやめてくれとか思ってた、ね、でもね、腸とかいいよね作ったってさ。あ<ー>人権とかさ、いいの人権っていうのはないと思よ <laughs> う。いいような気がしますね。実際やってるし。どこにノールがやって実際どのぐらい規制がかかっちゃってるんでしょうね。なんか別にやり放題じゃないんですかね、今。そんなことはないんですかね。そうなんでしょうね。ね<え>最近 すみません、あまり話題、私は聞いてなかったんですけど、なんか進んでるんですかね。どうでしょうね。日本でもね、やってるんじゃなかったかな。あの、池内義穂先生、もう一回お呼びしたい気もしますね。そうですね。うん、はい。はいまあ、これやっぱりね、倫理の話はもう重要になってきますが、うん、早く議論しないと。<laughs> ネタバレこれ、私がやらかしたやつでしょえっ、ー、と、なんだっけ、モラトリアムの話してて、それで、えー、あの、教異論の話始めたら、<laughs> 後でそれが出てくるのをすっかり忘れてました失礼しました。塚本 <laughs> 先生が止め,止めてたやつですね。はい。はいはい、AIPT チーム頑張ってます。ん ?AIPT チームうしうなだって何んしたん変わりますか何ですか ?AIPT AIPT チーム。ちょっとわからないので、えー、もしわかった人があったら教えてください。後でも。 いいですか知性的で柔軟で人間的な評価も高いですよね特にチーム内でのあ自民党の話あサマルトマンの話ですかあ自民党のあれかあああのはいはいはいはははいいいサマルトマンの話が出席したといううんはいはいはいまあ日本ではねそれが牽引してるという頑張ってると思いますよそうですねそうですねはいサマルトマン氏の人気が高いですねということですね まあ確かになんか気さくな方だっていうことも聞きましたね、あのオープン AI の中の人に、うんえー、サマールトマンが、えー、AGI という表現をしたのに驚きましたと、彼の AGI 感が知りたいところですという。うでも、普通のビジネスマンとか言ってましたよね、うん,うん、うん、そうですね、ちょっとその辺のニュアンス、ちょっと私わ分からないですけどそ、そういうことなんですね。えー、なんか g p t 4の性格がサマールトマンの性格に似てる気がするんですけどって。 どういうことでだよ。あ <laughs> あ,<ー>かあ、実はサマルトマンなんですかね。どっちがサマルトマンが GPT4 かもしれないですね。例えばね、それとね、対照的なのがイーロン・マスクでね。あーイーロン・マスクがインタビュアーが,がインタビューしたときに、途端に非常に不したと、うんあで。というのがあってね。 それはどういう事件なんですかと僕に、ね、バードとかさ聞いてみたんや出てきたよ。ああ、バード教えてくれるんですね。というか、だからイーロン・マスクはそういう、ね、人を侮辱するのが得意なわけ。なるほど。うん、それとマ、まあ、サ・マルトも非常に対照的な人、ね。なるほど。じゃあ、トゥル,トゥルース・ GPT はイーロン・マスクみたいな g p <laughs> い,い。<laughs> 困りますね。それはい。 まあ、面白いけど。そうか。面白いじゃないですか。それ <laughs> 面白いですか。じゃあ、ちょっと疲れませんそ,そんな GPT。<laughs> 例えばね、ね面白いアフェアというね、ああトゥルースを言うわけ。あ,<れ> <laughs> あ、そうか。そのトゥルース。それ言っちゃいかんわけで。あそういう意味のトゥルースなんですかね。言っちゃいけないトゥルースな。なるほど、言っちゃいけないっていう本ありますね。なんかね。はいえー、研究者というより投資家なんですかね。 うんうん、まあそうですよね、サム・アルトマン氏。もともとは技術者みたいでしたけどで、自分は年齢の近い30代のサム・アルトマンがあまり若いという感覚はなかったですが、若い経営者というか感じなんですね。われ我々から見たら、はるかに若いですよね。日本の会社でそんな若い人が経営者になるって、あんまり、まあ、ベンチャーだったら自分が使ってなそうなんでしょうけど、IT 系はね、ちっちゃな会社ありますけど、ここまで大きな会社はないですよね。トークン数の暴力、<laughs> はい、クラウド クラウド,クロード登録者の暴力とはい次1万種類を超える大規模言語モデルをまとめてダウンロード数や類似性などを分かりやすく、失格化したデータライブで公開されるという記事が最近ありまして、何ていうて系統図みたいな、ここからこういうふうに進化したっていう木みたいな木構造の図は見たことありますけどね、うなんですか流れてました。えー 確か,か DNA 分析みたいなことできそうですね。モデルを見ていけばね。何が違うか。末端の技術者よりトップの経営者の能力が違いすぎますね。うんうん言われています。会社の命運を握ってるという、なんか、うん、ちょっと。そうん、ですよね。いいこちょこちょね、作ってる技術者は多いと思うんですけどね。うん、なぜ製品にならないのか物忘れのあるという。 そうそう、本当に三3か月の会話みたいな長期なのをずっと保持してると、友達になれるかもしれない。トランスファー、フォーマルー論文が出た頃に、Google 株買ったのに、大損してる。<laughs> AI それは良い教訓ですねあ <laughs> <laughs> あ、そうですか。Google 株って下がってるの <laughs> ねどうなんですかね。<笑><笑>私、持ってないんでわかんないですけど。えー、2017年ですよね。<laughs> えでもこれは上がったかあどうなんでしょうね分かんないですねいつ上がかああそうなんだこれオープンエンド上がってるから相対的に下がってるんですかねいやいやでも上がってるみたいに見えますけどねそのこああそうですかえーえー、なるほどじゃあもう売っちゃったからってことですかねそん<ー>切りしちゃったんですかね、はい、でも、はい、なんかい、e、いロムが出てそれを見て株を買ってその後 上がるだろうっていうのはすごくいいよみんなセンスのいいよみたいな <laughs> まだ世の中誰も気がついてない時に <laughs> あこれはノルビぞってポテンシャル発見したんだからこれ相当いいかけのように見えるんだけどダメなんだっていうのは <laughs> <ー>なんかやっぱりすごい教訓ですね相当 <laughs>、はい、は限らないぞってもうゲームはそこは限らないぞ Google <laughs> 株ってずっと上がっていて、うん、2010年代ねうん <laughs> 21年末ぐらいがピークなんですよ その後急降下して、あのあれで、多分あれですよね、コロナかな、21年の10月頃が。一応2017年にトラスフォームが出た時に買ったんであれば、上がってるはずそのあとだから下がって、去年の年末にこの一番谷底で、そこからまた上がってきて、戻してるんですね、だいぶ。 まあ、そう、これだと。買ったタイミングが運が悪かっただけってそうですね、ちょっとわからないですけどね、今、どこで買ってどこで売ったかっていうのによるのかな。はい。えー、次、インターネット全体のような博覧協気の知識はいらない必要ないから、言語能力の高い極小な l l m、MM、あるいは LM、MM、がどこかにありませんかああ。うんうん さっきの小規模言語モデルとかそうそう今いっぱい出てきてるやつですよね,ねうん使えそうだし使うとなんかね、えー、局所的なアプリケーションできそうですよねでかくても小さくてもまだ今の言語能力が物足りないって言ってるんですよねそこはどういうことなのかなっていうああちょっとあかんないですかねまあなんかその辺が今面白い分野だと思いますうすぐ使えるようになるんですよねあそうなんですかリクーナえ思いますまあアルパカとか使ってたら 多分いいと思いますけどねうんどんね、これも出てきてますから、また使いたいです。まあラマ2ベースのやつがね、これから出てくるんでしょうから。ああ、そうそう、モデル自体はどうか,から持ってくるんでしょうけど。うん。面白いと思いますよ。え、ラマ2はゲームチェンジャーではないですかねと。そんなにすごいんですか多分ね、多分ね、はいあ。結構ね、す,すごいって言なんかそう、そう思いますね。すごく。うん、まだ全然使ってないですけど。 えー、メタの LML もマイクロソフトと提,提携はあれですね、提携するという話があるらしいですね。うん、うん、メタもマイクロソフトそうですね。なんかアプリケーション出るみたいな話ですから、マイクロソフトは全部を収めるという感じですね。最近の傾向としては、プログラムよりデータ数と計算量が重視されるのはないでしょうか。うん、そこ,これは何に対して、ね、ですよね。まあ、スケーリングで。 AI まで行くかみたいな話かな <GI> でも、むしろデータの方が読み込むデータの方がもう頭打ちで察知ってて、読めるもんもほぼ全部読んでんじゃないかっていう話もありますよね。うん。もうちょっないですけど、ね。ね、うん,そうなんです、ちょっとこの辺、えークアル。クアルコムが提携するって話ありましたね。モバイル。うん。ですよね。ですよね。 アルコムとどこだっさきエンビディアとか、いくつか出てましたね、名前。クアルコムは2024年に何か出すっていう話でしたよね、モバイル用の。そうなると、塚本先生の仕事がばっと増えるんじゃないですかういや、その前に何かやらな。<laughs> そうか、研究者としてはね。<laughs> はい。どう使うか。やらないと、まだ半分にしてないよ。 あらら、<laughs> あそっかいます、ご家庭の PC でローカルでファインチューニングできるようになったらエポックですね。こ、はい、れ,れ、あれですよね、あの、GPT のプラグインで、うん、ファインチューニングのプラグインってあって、あの、要する,にある文章と続きの文章とのセットにして何百組もガーってやって、自分のそのコーパスっていうのをガンと向こうへ持っていくと、あの、ファインチューニングできるっていう API があるので、す、うんまあ、でにできるっちゃできるような気がしますけどね。うんはい まあ、なってほしいですね画像、えー、先生は素人でも学習データ集めやすいからファインチューン活発になったけど LM はどうなのかなって感じ文章コーパス集めるのは敷居が高いと思うと、うん、普通にネットしてる文章を学習させるだけだと高校の文章ばっかり出すようになるらしい <laughs> AI のベートの中の人が日本語コーパスの集め方の大変さを語ってたと質の悪い文章を除去するっていうのはすごい大変らしいの日本語コーパスないって叫んでる人は結構いるっぽい雰囲気を感じますね。 うん、これを日本語のどっかが公開してくれるといいんですけどね。そうそうそう質の高くて量がそれなりにあるやつをボンと出してくれたらみんな大喜びすると思うんですけどね。うん、ねそうですね、やってほしいですね。LM、MM、のスケール速とかエマージェンスとか結局何だったんでしょうかこれも分かる方いらっしゃいますか。だからスケール速があるってオープンエイが言ってで、それで大きくして性能が上がったんやけど。うん まあ最近いろいろペーパーが出てて、ね、逆スケール速とかいうペーパーもあったりして、うん、大きく書いて性能が下がったとっいう話もあるし、うん、エーマージェンスと言ってたんだけど、まあ、そんなものが幻想だという話もあったりして、うん、まあ結局何だったのでしょうかってよくわかりません。<laughs> <laughs> <laughs> とい、ね、<laughs> はい。教論も結構ですが、人類が利便性を選択しなかったことがあるだろうかないですね。ないですか まあ歴史的に言うとそうなんですね。人間が人間のままでいるならば AI の進歩は脅威になる,るかもしれないですが、人間もいずれはホストヒューマン、あ、ポストヒューマンになればな。人間も劇的に進化すればいいと。関係なくなりそうな気がしますと。人間も変わると。うん、まあそう、それも十分ありますよね。うん、まあ実際変わってますよね、きっとね、もう。教育現場での AI 利用の規制する立場の意見を見ると、うん、AI が賢すぎて、人が本来やらなきゃいけない学長しなくなるんだと危惧しているようでした。うん ままあまあそうですよね。そうなんだけどね、例えば電卓ができたときね。電卓は賢ししすぎて、ね、本来筆算しなきゃいけないのに、うん、その筆算のやり方が分からなくなるみたいな話じゃないですかうん。はい。まあ、同じことだってことですね。人間の知能が実は大したもの。 じゃないんじゃないかということが化けの皮は剥がれてた <laughs>、うん、ういう見方もありまだから人間という新宿舎はね、人間の知能すごいすごいって言うんだけど、それはね、俺の知能がすごいって言ってるだけであって、大したことはないんだと、まあそう、そうかもしれませんよね。現状のままだとすると、計算量の増大に対して何らかの工夫がいるようになりそうですねと。 うん、いやこれはまた今ね、このロングネットとかどうたらちゅんで、い、新しいことがどんどん出てるんですよ、うん。素朴な疑問ですが、意識があるように見えるのと実際に意識があることの違いは何ですか素朴な疑問こそが根源的な疑問であって、はい、それちゃんと答えた人はいなくて、人類答えは知,知りませんって。 だからやっぱり AI と意識ってみんな気にしてるでしょうしこれから議論になるんでしょうけど紛糾しやすいのはまさにそこでそもそも意識って何だってどうやって判定したらいいんだっていうのそこは分かってないからしかも、うん、他人の意識は直接は観察できないんで人間であっても意識あるかないか分かんないっていうのがほん本当の根源的な本質なんで、うん、だからちゃんと科学的に議論しようとするとどうも行き詰まっちゃって結局は分かんないじゃんっていう。 あの結論になっちゃううんですよね、うん、どうしても、うんうん、だからもう意識の研究が進まないと AI の意識ってちゃんと議論できないんだよなっていうそういうあの苦しさみたいなのがありますね。はい。また意識の話またやりたいですね、うんまあ。その手前でだけど、まずは理解の話からね。うん、理解。 理解,と理解してるかどうかとそうことがあるように思いますけど、ね、あと意識のあるふりがうまいやつはなんか早々にできちゃいそうな気がするんですよね、あと10年ぐらいで。だけど理解もまあ似たようなもんですね。理解があるふりをすることはできる。うん、だけどまあ中身見たってどうなんで理解できてるんやろうというのはあ,り、うん、あるでしょうね。うん、意識も似てるんじゃないかなと。だけど 違うかもしれない。うん、意識と理解は違うと思うよ。で理解はね、理解しなきゃ正しい答えが出せないわけよ。で、うん、ところが意識はね、あるふりをすれば意識があってもなくても関係ないわけよ。うん、で、つ <laughs> まりま理解の方はあのテストできるんですよ。ふり <laughs>、うん、がうまいってのは許さない。ない,いやいやいや、理解も理解のふりっていうのがあって、それを持って理解していると言うと。<laughs> という定義とするという考え方もあるわけですよね。いや、だから僕は理解。そもそも別に実体のあるものじゃなくて、意識のでき意識理解できてるふりをできるかどうかというものを持って理解だと。いや、僕は理解できてるのは不利じゃなくて、例えばテストやったときに正解か正解じゃないかというのは、この不利の問題じゃなくて、 うん、正しくできたら理解がしできてると、できなかったら理解できてないそれでいう,かうで、うん、だからこれを返してきたけども、でもその理解のレベルが我々の理解とは違う解き方してたとか、そういう疑いが,があるかってことですね。それは人間の理解と違うというだけの話であって、うん、私は理解というのはエフェクトに、つまり 効果があるかどうかで決めるところがね、意識っていうのはね、そこがね、言えないわけよ。うん、だから僕ね、理解してない、これ、LLM が理解してないというのは僕は大反対ですよ。うん、理解してないんだなんら、あんあん正解が出てくるんだって。で、うん、あんた正解だけど、あんた本当は理解してないんですねって言い返されたらどうするんですよ。うん いや松,松田先生のおっしゃってることもわかるし、塚本先生の言わんとしてることもわかりますね。なんか、ちょっと難しいか。理解とは何かっていう話ですね。理解とは何かってことなんでしょうね。外から定義できるもんだったら、そもそも理解っていう中身のものってないという話ですよね。うん、その意味で意識と似てるという話を言ってるわけです。ですまあ一緒だとは言ってないです。うん、一緒だとは言ってないです、うん。レベ,ベルは違うけど、 うん、同じ、ね、学生に向かってね、学生に向かってですよ、ね、え答え間違った君は何も分かって理解してないって言えるわけよ。で、うん、いや、それと同じなんですよ。だから、先生は学生が理解してるかしてないかっていうのは、その提出したもんで判断するわけですよ。うん、だけど、その AI がね、理解してるかどうかっていうのは、こう提出した答えが合わせてくるわけですよね、これからね。 だけど、ただそれでもって理解してみるのかというのは分からないわけですよね。だから僕はアうことが理解してるということを言っていう、ね、いやなんでそういう意識の問題と。 ビトゲンシュタインの哲学の本に「哲学探究」っていう本があってその中にはやっぱり理解とは何かっていう根本的な疑問が提示されててあの例題としてあの数列の第5項ぐらいまで書いてあって第6項を当てなさいっていう問題を出すんですけどそれ当たったとしても勘で当たったのか 一般校を見,見出したのか、あの差分を見てこう法則性を見出したのか、あの知ってたから当てられたのかって、やっぱり理解の種類が違うので、正解でできたことを持って理解してるなとは言い切れないものが残るよねっていうことは。そん人間だったらないじゃないですか。まだからちょっと哲学的な問題をはらむなぁとはうなんかねうん。んまあこの話は、はい 面白いですだ、ね、から <laughs> ちゃんとやちょっと一っやったほうがいいかもしれませんね。ああ、そうですね。一回これやりたいですね。同じところと違うところっていうのちゃんと整理したら、いす話してる間に何が <laughs>、うん、判断基準かみたいなのも見えてくるかもしれないね。<laughs> はい、次行きましょう。<laughs> 意識が無理でも LMM の延長で AGI になれるのか、どうでしょうか。無理な気がします。 小林先生の説に共感しともかく、うん、ま,あまあ賛同していただけと。要するに、まだ難しい問題が解決したくて、なんかブルもう一個ブレイクスルーがないといかないよっていう感じがするっていう。それもね、私、ニュアンスばは問題が解けるようになればいいわけですよ。だからね、すごい数学の問題解け、ってね,ね解けるようになったけどね、これは解けるけどダメなんだって。 言い張るるのとと同じことになけまあ溶ければですねだから、僕は、そういければ解ければというか、う効果があればいいんですよ。で、そういうね、反対別のこと,というのは結局、人間中心主義なんですよ。で、だから、人間は理解できるけど、機械は理解できないというふうに、まずね、そういう偏見が頭の中にあるわけよ。だから、ヘリクを変えるんだと思います。<laughs> はい いやただ、数学の問題解けるって言っても、あの大学の演習問題が解けるのと、未解決問題が解決するというのはだいぶ違うことで、先生が答えが知っていることを答えられるのと、未解決問題が解けたときには、か新しい数理体系がこう築かれるわけですね。それはものすごくクリエイティブなことであって、今これは人間すらできないわけじゃないですか。うんそうなんですよ。どことはでもできないだけの話であって、同じですし。ただそ、AGI、まあ。 AGI 何かっていうのはいつもあれですよね。うんうん、定義の問題だと。分、まあ、かんなくなりますね。どの問題解けたら AGI なんかっていうのは、うん、a i のこの定義するための問題っていうのが必要になってくると思いますけど、うんうん、それは基本難しいですよね。うんうん、これはね、要するにいいコーヒーで言うんですね。いやいや、それはか、ね。<laughs> 例えばね、僕はそれは賛成しないよしないけど、うん、そういう定義はあるわけですよ。そう言われてると。まあ ちょっとここら辺はまた議論しましょう。<laughs> はいね、機械を理解できない派の人も呼んでやりたいですね。えー、超知能 AGI。読んでもね、そんなもんね、議論にならへんわ。ならないですか <laughs>。でも何がすれ違ってるのかをこう可視化するっていうのが大事かもしれないですよ、ね <laughs> まあ。その議論うです、ね。超、えーはい、知能 AGI、人間的な、えー、現象意識を持つ知能の3つを概念として整理すべきだと思います。ま,すまあ、今の話の流れですかね。えー、超知能ができたとしても意識はないんでしょうねと。 エネルギー制約がないと意識のようなものが生まれない気がしています。という意見がありますよ。だから、知能と意識は関係ないと言いたいわけです。という考え方。アンサンブル LM みたいな感じでこれからするんでしょうかうん、多分ね。自立が脅威の必要条件であると思います。自立しない。 ね、自律じゃなくて、プーチンが使うっていうのが今日の必要条件、まあ、それはね、確かにそうですね、えー。神経は反射、自律系も髄系も同じ神経システムなのに、そのつながり方で反省的な再起作用になっているのは、AI の生成作用にも不意識する気がしますが、どうでしょうか。難しいけど、そこはねあの、再起作用って言ったときに、AI がそれがあるかっていうことですよね、うんうん、どううでしょうね。 ちょっとわからないと思いますわ、ね、からないですね。<laughs> トマサ・アキーナさん、一回読み,読みませんジェネレーティブ AI が抱える問題を浮き彫りにする一歩のバナナ問題とはとかの記事を見ると、ALM の本質的な問題がありそうなってきます。さっきのですね。さっき出てきた。どうなんだろう日、まあ、本のバナナになっちゃうと問題なんですけど、うん、それが抱える問題を浮き彫りにするのかな、まあ、んんなんかあれはバイアスの問題かなって気がしましたけど、うん、違うんですかね。学習のバイアス。 本質的なところあると、ね、そうそうそう,そうだから世の中に転がってるバナナのたくさんの画像で1本だけってのがあんまりなかったんでしょうね大体束になってるか二本なんでしょうね、うん、きっうん、うんうん、確かにそうかもしれないコンビニでは1本上位してますけどねあしてますねしてますけどねあんまり海外やはないかもしれないですね <laughs> えバナナの記事は画像生成の話ですかあそうですね、うんうん、え生放送危険これな、うん、何え 生放送の面白さだから、スリリングでいいんじゃないですか、いいんですかシングラリティの予測よりポストヒューマンの話に興味があります、シングラリティが来たらどうなるのか、そこが見え難いです、もうちょっと現実的な議論があってもいいような気がしますそうですね、みんな避けてますね、これまたそういう話、戻りましょう、今回はねちょっと重大ニュースだったので、世の中の話題でしたからね。 え前にもコメントしましたが、ユナボマーの時と社会の動きを同じに感じます。ちょっとしてきた。これは僕を感じたね。ほ<う>ちなみに、ユナボマー最近なくなったよね。そうなんですかいい、ねえー。え。すみません、ユナボマーってぐるの話したっけ何時間何時間あの、炭素菌ンバラメータって。ああ、炭素菌ンらラメーターだけの人か。はいはいはい。 それと何が同じだって言ってるんですかああ、それか。はいはい、ありましたね。いや、今の AI が。脅威論。危険だということの話がうん。はい、そうなのかな。このような定義はどうでしょうか超知能アウトプットに着目して人間よりはるかに知的な答えを出す知能。減少意識の有無は伴う。AGI 汎用的な知能だがその汎用性の中に人間のような意識を持つように振る舞えることが含まれる。うん 知性のレベルと厳密な現象意識の馬はわない、えー。人間的な現象意識を持つ知能、機械が、えー、現象意識を持てるかに着目し、知性のレベルは問題としていない。3つの区別か。ですか、うん、松田先生なんかこの辺。いや、確かに意識っていうのはね、犬は意識持っとるけどね、知能は人間り低いよねって、うん、だから <laughs> レベルは問題ですださい <laughs> あの巨大 LLM と、ね、犬がどっちが頭がいいかって話し合い意味がないよね。うん、ああ、違うものだと。得意不得意があるんであの、それこそモラベックのパラドックスみたいに、デコボコなんで <laughs> あの、優しいと難しいが逆転してるところがいっぱいあるので、何か基準を決めたらその基準の下でどっちが上下って決めるけど、うん、その基準に CSM はないのかって言ったらもう必ずあるので、どうしようもないですね。うん うん、ただ、一般的なイメージとしては AGI というのはなんかおよそ普通のレベルの人ができることは何でもできるっていう感じで育て方次第では野球選手になるし弁護士にもなるし将棋指しにもなるみたいなそういう汎用性を備えたのが AGI で超知能ってのはスーパー賢い ASI みたいなやつだろうっていうイメージなんですけどそういうことないなですかねうん、はい、ちょっとまあ。 塚本先生は何かここはいいですかええ、まあ定義の仕方はいろいろあると。<笑><笑>ちょっとまあ整理してもいいかもしれない。議論,ね、議論をするときに定義していくほうがいいかなとい、うん、あ確かにね、今、提知能って何を指しているのかとか。HI って横に広がりがあって、いろんなことができるっていうイメージで、提知能って上の方行いっちゃってス、スーパーっていう感じで、イメージですけどね。まあ,あそれはまあまあ、そんな感じしますね。まあまた新たなね、ちゃんと定義をしてもいいかもしれないですね。この まあ、今の現状に合わせて、うんはい、AI と人間が融合できる道が見えると脅威が減ると思いますと。まあ、つまり人間がレベルアップして隠しくなりゃ脅威じゃないだろうって話ですね。安田<の>、うん、先生も言われてですね。Bing、うんえー、は3モードでそれぞれ扱うトークン数が違うと。うん、これは僕が 2K だって言ったことに対する、ああ、そうですね。Bing はシリみたいな用途で使っています、ちょっとしたことを音声で聞くのは便利ですよと。<laughs> あ はい、検索と生成は相性微妙、ハルシネーションが作られては困るという時もありますもんね。マイクロソフトアカウントの縛りがあるのは嫌ですね。とはい、<laughs> その通りですね。えー、想像的に,、えーえー、に GPT-4 の最上級モデルで GPT-4 の32768トークン、厳密に GPT-4 の16380トークン。 バランスよくが GPT3.5 の12 4トークン、BING 使うなら想像的に一択ですか。はい。<も>一番大きい最上級使えってことですか。BING 最上級はすです。うどうそうなんだけど、<ん>どうして使うのちょっと使い方こと分かんないんだけど。ああ、さっきのモードで書いてあったやつですね。GPT4 の話でしょ g p t なら使えるのか小林さん、どうなんです え、開放してるんですかねいや、<ゆ>オ o p e ー,プーいや API 使うときにそれ、トークン数を指定できる,できるいや、どうだったか。うんと、ABCD ってモデルはあるんですけど、トークン数がどうだったかちょっとわかんないですね、うん。こんなトークン数が変わるんですか <laughs> 指定できるっていう感じで書いてますね、これ。うん、はい、すみません。ちょっと、あのまた勉強してみます。 えー、第三三位のタイトル画像で連想しましたが、マックルーハンのいう人間格子は初期開花で身体拡張してきたのを人間の頭を拡張まで来たそんな状況に現在なったということでしょうか。まあまあそうですよね。はい。えーえー、だだ第三位の画像というのはあれこれあそうか一枚ごとに画像違う変えた十枚作ってんですね。あだから安田さんの画像の話や。 え、どういうことですか第3位って。第3位のタイトル画像。背景、背景のことか。はい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 。はいいで、これななんか緑のみ目たすみません。全然そんなこと考えてなかったですけど。みたいななんか適当な、なんかポント入れたらあれが出てきたってことなんで。ごめんなさい、そこまで深く考えてるだけではない全部違ってたっていうこと一応全部違うもの。ああ、そうなんですか。それで言ったらね、1位の画像ってね、ちょっとやばい。あ、そうですか。ちょっと。 あ、そうそんな感じしましたうん。はい。あ、まあ、じゃあ、ちょっと、んあんま言わないようにしてくださいね。でも、変なプロントを入れたわけじゃないですよ。あ,はい、あれなんか、この曲線の具合がちょっと、エロっぽいんですかね。うん、なんかそん、そうかなって気はしましたけど。あ別にね。うん、はい。それは見る人のバイアスによね。松田先生のなんか、バイアスが。 <laughs> はいえー、自分で判断、それこそが人間の価値かもしれません。うん、いいですかインターネットの記事を公表するインセンティブが下がりますね、LLM が検索して答えをまとめてしまうと、うんまあ、そうかもしれないですね、そうなったらどうなってくるんでしょうね、学習できなくなってきちゃうということもありますが、うんまあ、確かに人間とのインタラクションというのも重要な問題かもしれないですね、社会との、うん、社会と AI のインタラクション。 3年後くらいオープン映画天下を取り付けているかどうか分かんないですよ。どうなっていくかというん、方があります。うん、シモニャン、シモニャンって何ですか <laughs> <え>これスカム先生のシモニャン。<laughs> <laughs> あ、シモニャン <laughs>、はいい。ソニーは3代目まで伸び付けたと思います <laughs> 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 そうですね、2代目でダメになるって話に対して。<laughs> 円高で白物家電は吹き飛びましたね。日韓スワップの映画が2にて出て、ニューの世紀はソニーの人じゃなかったっけ えっケインさんってソニーの人じゃなくてそうなんですか。<laughs> ああ、そうなんですね。<laughs> は,いは,いはい。じゃあ、よかったってことを言ってですね。はい。ここもいいですかね。白物家電の話、なんかしあったかな、えー。バードの画像認識、言語設定を英語にすると試せますよ。すごいです。ハルシネーションもすごいです。あ<ー>あ、そういうこと。日本語じゃダメなんだんあ。そうです。やってみましょう。ハルシネーションもすごいです。<laughs> うん AI ではないですが、日本企業として全,全固体電池のトヨタ系、日産系2つの発表はどうですか何のことかな何ですかこれ何に対しての技術立国の日本どこで道を間違えたっていう話,<ー>話とですね。まだこういうところで頑張っている,いるよと。い AI で人間の融合にしか希望はないと思っています。しかしそれが実現した瞬間に最大級の脅威が生じる。うん、でしょうか。 まあ、融合できた人,知った人間はね長知能になる、うん、超人間になるからね、うん、うん。まあそういう、それも脅威ですし、AI が自立するのも脅威ですよね。はい。いろいろと可能性はあるんじゃないかと。木下さんもう一度。デジタルデバイドの日ではない、超知性デバイドこれです、ね。人類は神に、そして神は人類に耐えられるんだろうか <laughs>、うん、まあそうなっていくよう、ならないように。 しないといけないじゃないでしょうか Android 使ってても AI ベースの機能が増えていってるのを感じると、うん、そうですかこの先生この辺はどうでしょう, <laughs> うあれでしょうな Google のななピクセルはいはいはいシリーズは AI の機能やったら充実してますよねあそうですねいろいろとあの音声認識もそうですしどうなのかなあんまりその感じないあんまりね表向きは分からなかったですけどね裏で使ってんですかね Android やっ,ぱりやっぱりゴールドラッシュは静かに起きているような気がするんですよ、あのあ<ー>ニュースレベルですごいドーンと報道はされないですけど、うん、やっぱり気が付いてるところ、人たちはいて、ここで頑張れば、こうなんか時代の,あの潮目の変わり目についていって、上に上がれるみたいな、の流動性をうまく利用して、上に上がっていく1軍の人たちがいるっていうことですね。 ちょっとペースあります。t が抜けてません、ね。<何>これね、これ 1, <や> 1>, 1位のチャット GPT の t が抜けてたんですよ。私も後で気づきまして。<laughs> <laughs> ああと思ったんですけども、まあ直す、修正できなかったんでも、も<ー>すみません。その通りです。でも皆さん気づかなかったってことは、やっぱり人間は、<laughs> 人間はそういうところまで見てないってことですね。AI <laughs>、ね、技術をカジュアルに人類社会に流し込んで気がついたら誰も彼もが長知性みたいな視点が望ましいと。まあ、全員がなれればいいんですけどね。うんうん いやでも犬とか猫でもすごい賢くなっちゃったりして、ね、<laughs> それにはですね対等になったら、うん、GPT 府を課金してる人になるともっと少なそうと新聞記事とかで3点を記事書いていて文句言いたくなるっていう <laughs> 新聞社もただで使ってるんですかそれはよくないですねガ、はい、<laughs> ールズバーでモテるために最新 iPhone 買いましょうはい映るなら買おうかな <laughs>、まあまあ必須じゃないですか、うん バードとビンが使ったことあるけど、まだオープン AI のアカウント持ってないんですっていう人もいます。私。ぜひ。だで使えた遅ってですかね。レポート使うなら多少嘘が含まれても仕事より実害ないですしね。いや、単位取れないかもしれない。単位取れないですか実害じゃないそういえば。ああ、本人にとっては実害ですね。周りの人にはあまり関係ないですけどね。野良技術者とかも AI 好きも若い人ばかりですね。そうか。 そうですかまあいいことですよね、楽しいからやってるっていうね、うん、まあ面白い、そういう分野があっていいと思いますよ、うん、英語が壁というのと、英語のサイト怪しいみたいな先入観もありそうですよそう、ね、そうなんですか、英語の <英語 S 1> サイト怪しい、うなってそういういいい人もいるんですかね英語は怪しい、ね、えチャット GPT で興味ありますが、8ギガの NVIDIA ボードでトランスフォーマーを回したいんです、LNM は到底無理ですかと。うん 確かに言語モデルはすごく大きな GPU がいりますよね。画像はね、動くんですけど、なかなか言語難しいです。GPT を生成が遅かったらあまり使ってませんでしたが、最近速くなった気がします。速くなっただけだ質が落ちてるんじゃない質が落ちた。質が落ちた原因、どれかなどれか、速くしようとして。まあ、どっちがいいかですけどね。やっぱり性格の方がいいですよね。 あこれですね、GPT4、だんだん馬鹿になっているという話がありました。本当、それ GPT4 を使いして、予想しておきますけど、GPT が無力化されたとき、また世の中、どうなると思います、うんうん、情報の漏えいしないというのは本当に信用できるんでしょうか。ねえ、もうそこが頼りですからね、あの安全な GPT みたいなのを、ね、あの売,売,売ってるところがありますけどね。分かんないですよね、G、オープン AI でないか。 えー、企業は個人情報を扱う自社の秘密もあるので責任なるやり取りにならないとあと責任問題になるからですね冒頭の安田先,、まあ、先生じゃないですけどおっしゃられた民主化という意味では誰もが利用して開発進化を一層進めることが社会全体では必要であると思いますとぜひそうなってほしいです、はい、普通の人は英語サイトとかコマンドプロンクトを見るだけで ジンマシン人間心、それ普通の人なの,の <laughs> ?AI 分かる人はそれが分からないんですよね。そうでしたかさようですかあんまり<う>、<laughs> そこまで <laughs> ひどいのかな数式見るとジンマシン出る人いるっぽいですけどね。ああね、そっちの方が多いような気もしますけど、うん、まあそうかもしれないですね。セいラこんにさんのチャット GPT 講座、YouTube ライブやったです。そうですはい、だそうです。 ででもいいいんじゃないですか、ね、あだから基本とか入門とかそういうところにも需要ありそうってことですね、きっとね。いやあると思いますよ、すごく。うんうん、ちょっと深いところまでやってくれる人なかなかいないですからね。うん、心配せんでも経営者が GPT に送か,かりますよ。それならさっさとなってほしいみたいな。はい、科学習かしら。科学集ああ、これは何の話だったかな。チャット GPT が大切最近アホになってるっていう。アホになってるからあ。アホになってる。ああ、そっか。うん、そっか。 学習変なたくさんいる人たちにレベル合わせちゃうから下がっちゃうみたいな、そういうことか。ですかね。うん、なんかね、そうちょっと定量的にやってる人いたら教えてほしいですね。先生成が早くなったことから推測すると裏でライトのモデルと使い分けているのかもと。かなり疑しい。ずるいな、それ。うん、そもそも LAM のエマージェンス的能力ってどっから来てるんですかんうん。あれ ちょっとわかりますか,わか,んすかうん多分つまりその分布と意味のあるその画像の分布とかそういうものを学習してそこからランダムルサンプリングして生成したんであれば大体こういうもんだってものからしか出てこないはずなのにもっとそれ以上の創造性を発揮してるように見えるぞ。 なんか分布外学習みたいなことを言う人もいてだからデータがないところもそれなりにここまで分布来てるんだろうみたいなことをなんかこ,こっちの方から類推して学習しちゃってるからかなんかなんていうのかなあの論理論以上に賢くなってて創造性みたいな能力もついてきてるっていうことなんじゃないかっていう人もいるようですけどね。 わかないですねウルフラムさんの本とか読んで、勉強しましょう。GPT−4 劣化の論文は調査方法に問題があるという指摘がありましたと、うん、素数はすべて素数が正答という問題で、全部イエスと答えておけば、正答率が上がるような問題だったようでした、ちゃんと論文見てませんか。ですねでもなんか、実感としてバカになったなと思ってる人も結構いると思うんこれだけじゃないという。 世、はい、の中に AI 生成文書が急増したために、それを学習ベースのせいで自己中毒を教えないかという記事を読んだことがあります。<う>いろんなこと言われているわけですけ、ねうんうん、それをもう一、ん、回チャンネルで話題にしましたよね。AI が生成したものをまた学,学習で見たら、やっぱりどんどんな発想が小さくなってっちゃうよね。うん、あ,ありましたね、松田君。でもそこは考えて、ね、やってると。今はまだそ,それほど起きてないでしょう。コンパスの中にそんなに混じり込んでるとは思えないんですけどね。<laughs> うん 今井睦美先生が LM、MM、の真相学習レベルが上がった理由に教者チ学習で記号接種させるような選択学習をさせたからだろうとされていましたがもし頭が悪くなったということならその教師学習をレベルを下げたんでしょうか、うんまあ、その関係ちょっとなんとも分からないですねこの辺ははね。はい、あ本を買わなくてはあれですねウルフラものですねウルフラムの原理は不明,は不明もしろその書評を読みたい読んでください <laughs> あのアマゾンの この本のページの、あれですよね、うん、あの、うん、あの最初に出てたよりも上に出てますね。アノニマスな評価の中に出てるやつありました。ちょっとまだ見てないんですけど、ぜひ参考になった、あれを押さないとダメですね。次は5位。<え>あ、これはあれです、あの、塚本先生がランクは出てたときに次な、はいんだ。<laughs> いい はい、あとはこれですね。シングルスさんのたくさんの登録者増えましたね。もっともらえた期待してます。ありがとうございます。はい、4000人っていう話でしたね。e b o o k で意識の有無の議論を読みました。うん、えー、これは誰かのはい。チャット GP 頭の中。あ a 今、アマゾンで購入しました。早い,、はい。<laughs> 本当に意識と呼べるものがあるかという命題。むしろ GPT 側が人間を検証する日が来るかもねと。人間にそもそも意識がある。お <laughs> この人、実は意識がなかったみたいなことだったお前ゾンビだろとか言われるようになるんですかね。GPT が言うんだけど、人間はね理解しとらんって。ああ、ちょっと怖いですね。個人用の LMM が出てくれば、意識があると勘違いする人が出てきますねと。自分だけのね、サマンサめっちゃ湧きそうなそうです。 ああ、そういうことなんですね。あ、そうか、してましたね。ブレンドラ,ランナーに出てくるホルグラムもすごいですよね。はい。でしたかな個人用の LMM でパソコンレベルで所有できれば嬉しいと。はい。まあ、そのうちに、えまた、モバイルになったらね、嬉しいですね。どこでも LMM。コアな動画もっと増やして、だそうです。<laughs> やっぱりこっちの方が。そういう話合やってもいいよってことですね。あ コア動画大好きですうそういう人しかコメントしないと思いますけどまあだから、<laughs> ランダムサンプリングではないあの、みんなの意見ではないかもしれないけど。<laughs> その人の意見かどうかは怪しいですよ。録画だからドレンディーなやつより後でもゆっくり見られるやつが人気出るんでしょうね。<ー>あそうかな。そうかもしれないですね。うんはい、他の AI チャンネルとりあえず流行りに乗って 買っときました的な動画が多くて内容の浅いこと浅いこと<ー>。前々前からやってるだけのことあってまたは褒めていただいているわけで、ねうんね、ありがとうございます。ちゃんとしたコアな動画は貴重やっぱり支持してくれる方々ありがたいですね。量子論から第二法則が導かれるという議論がありました。エントロピー増大則ですか,ですか本当ですか、ね、そこまでいかないダメ。つぶつぶがただたくさんあっただけじゃダメなのまあ分かんないですけどね。 ちょっとはい、また教えてほしいです。えその深さを知りたいです。塚本先生の相対という見方がエントロピーとネゲントロピーとのあ疎通疎通対疎通対ですね。デュアル。疎通対という見方がエントロピーとネゲントロピーとの関係を示している気がします。わかりません。先なつさん。何の話だ。塚本先生疎通とか言ってました。疎通言ってましたか。分かんないな。分かんないですか。この先生の頭の中を読んでるって感じですか。 松田の沖縄どうやって質を担保しているのか農薬のメリットとデメリットをどのよう,うに飲み込んでいるのか業界や微細な表情を見落としてしまねいか果たしてそれを本質的な理解ということにするのか真に批判的精神と客観的な視野は担保されるのかむしろそれを克服するのが AI であっても、もし彼ら人間の立足段階にどうアポロスするのかこれ、文章に丸がないな。丸がないですな。どうしたんでしょうかね <laughs> 今までも普通に書いてたと思いますけど。 ワークネットさん中に変わりましたねいやいや。例えばね、YouTube を、あのー、予約するとあのー、トランスクリプトはこんなふうにしよある <laughs> あ、そうですあ。それを、<laughs> あれ、すか、模擬してる。パロディ、パロディですか、うん 要約で,で,、ね、でみだけ見て、すべて分かった気になっちゃったらちょっと危なっかしいけど、そうじゃなくて、まずは概略だけ分かればいいっていう目的で、あのようやく読んで、読む価値があると思ったら本体を読みに行くっていう、そういう使い方だったら別にう危なっかしくなるほどね、ダブルチェックしています、ね、エネルギーの普遍性と情報の普遍性との関係が、そう、ついですか、なのでしょうか。 あはい、塚本先生ないですねいや何の話のわかんないですか <laughs>、はい、現代数学と LMM や AI 関係など興味あります まあ、セーラコージさんと重なりそうな。う現代数学、う,うん、あの、何ですか、丸山先生っていう方が結構そういう、丸レクっていう講座動画を上げてて、本当に数学の基礎論、うん、要するに数学で解ける領域と解けない領域とはどこで分かれてるかみたいな、そういう、はい、あの根本のところをちょっと探ってる感じがあって、まあ、興味はありますけど、うん、難しくて私もついていけません。<laughs> うん、この方ねもしかしかたらそう数学 関係の方なんですかね。吉田さん、はい。今コラボだと TwitterDM してディスコードで事前に打ち合わせが一般的ですね。そうなのうんあのあ小林さんはこれは <laughs> 困りますね。えぇ、ーえー、ディスコードで事前に打ち合わせ、そうなんですか,あのなんかスラックとかストックとかなんかありますけど、そうですね。うん。 ねえ、ディスコードなんですか、今。ちょっと私、ついていけてないな、と、うん、で、スラックはなん,かなんか3ヶ月経つと書き込みが消えてっちゃうっていうのを導入しちゃって、すごく評判悪いんですよね。あ、ね。最近あんまり使わないですね。そう,そうそうそう、スラックに変わるなんか欲しいなってのをすごく思ってるんですけどね。はい、教えてもらいましょう。うん、どこかで AI が発達したら人間は楽できるという話を聞いたんですが、以前の日でないくらい忙しくなっている気がしますね。論文 <laughs> <laughs> の予約だけでも洪水のよう。<laughs> <laughs> この子きながら論文を読もうか迷う迷レベルです結局、便利になった分だけたくさん情報処理しなきゃなんですよね。な、うんなんですかね。ね全然楽になってないですよね、確かに。うん、コンピューターができて以来。うんうん、変な話ですね。えー、4000登録でも全チャンネルの上位1%くらいではないですかね。えー、どうなんですか群裕割拠みたいな小さいチャンネルが山ほどブワーッとで,できちゃってるってことなんでしょう、うん、か多分。 うん、というのは、ね、我々ね見るのはね、あの登録者数の多いのしか見ないからね。ああ<ー>。だからそういう観測効果っていうのがあるんかな。ありますね何万とかね。すごいマイナーの弱,弱小チャンネルっていう認識でいましたけど、どうなんでしょうね。ねそんなにいいと言ってるんですね。1万ぐらい目指しましょうよ。1万, 1> 1万ね、行きたいですね。行きま10万行くと立てもらえるらしいよね。 <laughs> ああそうですか。例えばいいけど、生活できるぐらいの収入になるんですかね。そこまでまだいかない。なね、10万いけばいいんじゃない、まあ、例えば、まあ、例の,あの、俺、嫁と俺みたいなんで10万突破して、だから彼ら、それで生活してるわけやからね。えー、10万か。エミルちゃんの場合は、あれは終える <laughs>。<laughs> うん、分かりました、はいえー。下半期楽しみです。 AI さんたちの供給などが日に日に増しておりますが、人間の需要には限界がありまして、供給する側の人々の競争は、えー、熾烈になっていきそうです。苛烈、うん、か、苛烈になっていきそうですね。<laughs> はい、ある人により、えー、人間が質の高いものを安価に再現なく生産することができたら消費者としての我々は他の人間にはないようなもの、うん、え、他の人間には用はないもの、それはガファムが教えてくれたことではありますよね。 いつまで私たちは他人に対して供給することを義務付けられなければならないのか社会構造が変化していくまでのチキンレースの始まり始まりうん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 まあちょっとこの辺は大きな問題、うん、社会基本主義の問題でしょうか、うん、社会に対して価値をあるものを提供していくから対価がもらえておまんまが食えるっていう話なんですが、うん、それを全部 AI がや,やってくれたら そ,れはそういういい労働者はらないよねって話ですよね、うん、だけど我々は一体何をするんですか我々暇になっても多分こういうことやるんだと思いますよ。好きなことやってるでしょ。最終的にはこう別にやらされるんじゃなくて好きでこうやると。 ことになるんじゃないのかな暇になってもプログラム書くのが好きな人はプログラム書いてるでしょうしむしろ暇になった時に何するかによってその人の進化が問われるようなところはありますねってっそういうことも考えつつマイコンがパソコンになってオフィスに入り込んだ流れが思い出されますね今はマシン語からコンパイラーインタープリタで可能性が広がっている段階に思いま,ますと、うんまあ、そういうね技術 発展の歴史的に言うと、そういう時期なんでしょうかね。変わっていく時期ってことなんでしょうね。はい。まあ、今、面白い時期だと思いますけどね。ありがとうございああ、た。ありだ。これございました。ありがとう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 ございましわ、いっぱいんか書いてますね、みんな。まだ見えますだから、最後、最後、切れてなかったんで。ここ、なんとかしといてください。あれとか言ってるとちょっとちょっとといてください。 <laughs> はい、ということで、終わりました。ああ<の>これはちょっと次回から要約が必要かもしれないですね。ま,まずね、チャット GPT で予約させてから <laughs> あ。コメントね、確かに面白いんですけどね、普段の動画もコメントありますよね。 ええ、あれもこういうふうにあったらどうかっていう気がするんですけどね、やるためにはわれわれにちょっとリソースが足りないですよね。われわれ、四人広りをする AI をちょっと採用して <laughs> コメントに変身してくれる <laughs> コメント全部ちょっと拾ってコメントするっていうのをやったら、面白いんじゃないかなという気私結構見る。かもしれれませんねそれねそ <laughs> 自分でコメントするのはなかなかしんどいですけどね。見るだけだったら楽かもしれない。だけどやってもいいかな。あ、それ、膨大かな。いや、膨大っていうにね、答えられへん。知識不足。難しいやつが多いですね。確かにね。難しい多いですね。確かにね。専門的なんで。でも、それを開発してくださいよ、塚本先生。ええ。まずはようやく、ようやくしてみたらどうですか。はい。 いいっぱ増えてきたし、ね、最近ねあの出すたびに動画昔だったら数百ね100200だったのが、ね、今1000とか行くようになりましたね。あですね,ね。で動画出して1000人見られてるって言ったらだいぶすごくないですか。1000 <laughs> 人相手になんか講演するとか言っちょっととって、ね、ですよね。<laughs> ね確かにそうなんだけど一方でね 猫の動画がまた数万、数十万いっぱだから <laughs> <laughs> か上を見じゃないですよ、そんな。まあ、あれはちょっと別でしょうん。なんか人の見るモードが違っていて、単に BGM、e、みたいにして、のんきに見てるわけですよね、それは。世の中を笑いたい人がいっぱいいるわけですよ。あの嫌なことを忘れて、笑いたい、うんうん、バカバカしいことで笑いたい,たい。でも、動画見る人っていうのは、それなりにあれじゃないですか。 知能を働かしてみる人たちなんじゃないですか人間の,この脳のモードが多分だいぶ違うから我々、ね、は,はその、えっと、猫の動画を見る人とに <laughs> が何万人いるのは別に全然ライバルじゃなくて集中、うん、モードで聞くような動画は敵かもしれないけどもそういうので。<に> だから意味はあると思いますよ、先生に、うん。逆に言えばね、このまあある意味ね、高うなことを見る人がね、10万持ったら怖いよね。そうですよね。うんうん、だから、学術的な内容にもかかわらず、これだけ集まってるというのは結構珍しい部類だと思います。あの人たちもこ,こんなもんじゃないですか、あの、ほら、AI。うん エクスプレインドとかゴ、ゴーディックさんとか。あの人たちは一日で一万とか行きますからね。ああ、そうですか、えー。あれはなぜかって言ったらね、えー、まずね、英語だから。うん マーケットが広いのよ、えーか。英語は大きいですよね。ニック・キルチャーとか本当 1, 1日で2、3万とかいっちゃいますけど、<ー>だって自分で論文より読むよりも注目すべきものを選び出して解説してくれてますから、同、うん、的に役に立つますあれ楽ですよまあだけどそ、そういう意味ではね、英語圏と日本語圏の,この規模の違い考えたら、割とまあまあ相当するぐらいのレベルになる。<あ>我々も頑張ってるぞっていうのは、そうでしょうね。えー 結構予想外にこうちゃんと増えてきてるなという印象そうかそうかそうか。で、日本語対ね、英語のね、マーケットってさ、1対100とまあ仮にするじゃないですか。うん、我々1000ということは10万ということか。そうそうそう。まあ、頑張り具合、頑張り具合という意味ではね。まあ、そ、まあ、ういう仕様になります。ええ ACIC みたいにまた英語でやりますいや、英語でやるとね、やっぱりコミュニケーションが激しくなるのよ。あそうあ、確かに。み、うん、今見ててね、AI の,あの解説動画ってものすごく多いのよ。さっき言った AI e x p l a i n e d ね、今日ちょっと見た。 だ何だったかなラマト二の話をやってて、うん、でそそれのあのブロえっ、ー、と論文が出ましたってで四十ページですが全部読みましたって書いてるからああうんうんちょっと対抗できないですね、うん、まあだからねその英語の能力がやっぱり日本のすごくもうハンデになってるっていう記事はありましたね、うんうん、その今の AI のこの分野で見ては、うん、情報のその、うん 入試力が圧倒的に違うというか。まあでも、だから我々は、松田先生のあれは意味があるってことですよ。あの、紹介されてるっていうのは、すごく。日本にとっては、うん。そうそうそう。そでも最近健康法と勉強法が減ってますね。そっちのファンはどれぐらいいるんでしょうかね。頭にはそういうのも入れて。 まあ一目指したいだって、そう、今年ね、上半期、重大ニュースやりましたけども、本当はあるじゃないですか、冷水シャワーと、いやいや、あれ、もともとそんなに伸びないですよ。いやいのこのチャンネルの中の話題の中で、この点ぐらいに入りそうな気がしますけどですかねえ。 あと、私は結構衝撃受けたの4 0ルツのバイノーラルビーっは、<笑><笑>でも研究ともちょっと関係ありますしね、<laughs> あ不思議だし、面白い話題だったなと思うんで、結構 <laughs> <laughs>、勉強法も入れれば、そういうのも入ってくるんじゃないですか。ね、ちょっとレースイマサシャンについてちょっとコメントしたいんですが、最近ね、<laughs> もうね、水がね、ぬ,ぬるすぎて全然、そうですね、あれ今ならできますよ。だ <laughs> から始めるべきな。今今なら始められそう。なるほど。で、だんだん寒くなっていったらね、慣れていけば、うん、いける。あそうあ、それいいですね。はい。私ね、最近あれですわ、ジョギングを再開したんですな、何年かスス、えー。なんかね、お腹がだいぶ出てきたんでね。<laughs> うん あこれちょっと今の生活では減らせないなとこの思ってあの、やっぱ歩くのは歩いてるんですね、毎日。1, 1万歩とかで。それでも全然ダメだったんで、ジョギングすると1週間、2週間ぐらいですかね、今。なんかみるみるお腹がへこん,んできましたよ<ー>、まあ。まだちょっとぷくっとしてますけどね、だけど明らかにへこん,んできてます。うん、やっぱ 歩くのと走るのとでは運動量違うんですよ。<ー>それは違いやなんかちょっと強運動の強度が足りなかったのかなとか言う,うと思いますね。健康ね大事ですから <laughs> 健康の話と勉強の話と AI の話といろいろ織り交ぜて <laughs> あとあれですねこうウェラブルっていうかこうサイボーグ系の話っていうのがあんまり今回ピックアップできてなかったかなという気もします。 たぶんまたニュース出てきたら取り上げたいと思いますけどね。あの、もうちょっとしたあれが出てくると思いますよ。あの、あれ、えっと、テスラのロボット。ロボット、オプティマスオプティマス。年に1回発表してますよね。今年も8月とかに出てくるんじゃないですか。あ、もうすぐですかじゃじゃあ、ね、確かにロボットのロボットも出てくるんじゃないですか結構。ね、またロボット。 ね、LLM をね、ロボットにつなげて、こう対話相手として、こう対話でこうしながら活動できると。対話できる行動インタープリターですよね。うん、ちょっと強力じゃないですか、それ。あ、今日あこは対話できるんじゃない、えーか <laughs> に。身体を持った行動インタープリターね。コーヒー入れ,れるんじゃないですか、きっと。そういう意味では下半期期待できるテーマと。 はい、一つじゃないかなと思いますけども、ね。<ー>はい。ということで長か、長かったですけど、これで一通り <laughs> いきましたね。なんか総括はないんですか、総括は。松田先生。いや、特にないですね。<laughs> <laughs> なんか、ヤすごかったですね、ということじゃないですかいや。今の <laughs> のこのすごい 中ですからね。うん、ですから今年の暮れまたやこれやると思うんだけどその時にどうなってるかですよね。ねはい、あれや来年のこれにやった時にはもう信じられて起きてるかもしれない。最終回になってるかもしれないですね。<laughs> <laughs> 最終回シングルアイティー起きたら、以上も終って、最終回になりませんお役目は終了みたいな。お役目意味がないです。じゃあ、そんなこと終わってからもこれでだって、ほら、あの、えっと、対正製薬も昭和セル石油も全部、 時代が終わってからでも、継続好きじゃないですか。<laughs> あ,あ、大丈夫。あ、ポストシングルリティサロン。あ、それいいね。それいいね。うん、終わってからでも、シングルリティサロンちょっとやったらどうですか。あ<ー>、シングルリティサロンいいね。わかりました。うん、じゃ、続けることにしましょう。<laughs> はい